歴史エッセイストの白駒ひとみです。私は日頃、日本の歴史や文化の素晴らしさをお伝えする講演や執筆を行っています。YouTube では NHK 大河ドラマ、光る君へを丸ごとドラマとして楽しみつつ、源氏物語をはじめとした古典の魅力も同時に味わえるオリジナルの解説を毎週お届けしております。光る君へ第40話、君を起きて。ついに一条天皇まで。私はこれから何を楽しみに過ごしたらいいのでしょう。貞子様は別格として、信則と一条帝が私の光る君へツートップだったので、その二人を失い、心にぽっかり穴が開いてしまいました。今回はその悲しみに耐え、一条帝の死を心から痛みつつ、歴史の点と点を結んで浮かび上がってきた一条帝崩御の裏側と、そこに隠された歴史の闇を紐解いてまいりますね。寛弘8年、1011年夏、一条帝は崩御しました。彰子の元を訪れた際に、帝がご体調を悪くなさったのは事実のようですし、その後辿った経過はドラマで描かれた通りです。でも実は、その死をめぐって、未だに解決していない謎というか歴史の闇というべきものが存在するのです。一つ目の闇、それは死因。帝は5月22日に発病、25日に一旦回復しますが、翌日に突然攘夷を決意します。そこから病状は悪化の一途をたどり、一月も経たずに崩御。ご幼少の頃から体が弱かった一条帝ですが、数え32歳とお若い帝が一度回復したにもかかわらず、翌日に攘夷を決意なさるのは少々不自然に思えます。帝の死因が病であるのは間違いないでしょう。でもその引き金を引き、精神的に帝を追い詰め、病状を急変させる出来事が起こっていたとしたら、そしてそれを誰かが仕組んでいたとしたら、そう考えると私は悲しみで胸が潰れそうになります。帝から生きる気力を奪い、病状を急変させた出来事とは一体何だったのか。それは、漢学者大江の正平による疫占、つまり占いです。もし安倍の春明が生きていれば、当然彼が担ったのでしょうが、春明亡き後、道長が占いを依頼したのは赤染右衛門の夫でした。占いで出た毛は、法の名医。かつて醍醐天皇や村上天皇が崩御した時と同じ毛です。ドラマでは正平が占っているところを帝が偶然見聞きしてしまったという設定でしたが、実際は少し違うようです。道長の御堂関白記、行成の言記をもとに、実際に起こったと思われる一連の流れをたどっていきましょう。帝が5月22日にお倒れになると、道長は早くも25日に正平に攘夷に関わる占いを行わせました。しかし出たのは崩御の件。その結果がしたためられた裏文を道長がご自僧に見せると、二人は声を上げて泣きました。ご自僧とは、清涼殿の二間に辞して、天皇の身体護持のために祈祷を行う僧のことです。二人が泣く様子を隣の夜のお都にいらした帝が、三木町の帳の継ぎ目からご覧になり、ご自身の病状や道長による攘夷の策動を知ってしまわれたのです。現代の私たちにすれば、たかが占い、非科学的なものと一生に伏す人も多いでしょう。でも当時の祭りごとは占いに多くを頼り、特に疫占は信頼されていました。帝にとって正平の裏踏みは、まさに死の宣告だったのでしょう。ここで不可解なのが道長の行動です。仮に道長のような立場の者が裏踏みを見せられた場合、本来なら誰にも悟られないようにし、自分の心の中で攘夷や崩御に対して備えるのではないでしょうか。でも道長はあたかも帝に聞かせるかのように声を上げて泣いたのです。そもそも帝が倒れてすぐに、これ幸いとばかりに攘夷について占うのは非常識ですし、さらにその占いは信じるに足るものだったのでしょうか。正平は道長と実婚の間柄であり、
妻の赤染右衛門は道長の嫡妻、智子に長年仕えてきました。まさに道長の身内のような存在です。私は占いの結果にも懐疑的ですが、まあそれは置いといて、少なくとも帝の病を加速させる要因として、占いによる死の宣告があったのは確かでしょう。道長がそれを意図したのか、結果的にそれをうまく利用したのかはわかりませんが、私はこれを第一の闇と考えます。その後の道長はまるで獲物を狙う獣のように己の宿願を果たすため一気に突き進みます。占いの結果が出た翌日には帝に計ることなく攘夷を発議。翌27日の朝にようやく帝に計ります。すでに生きる気力を失っていた帝は攘夷の覚悟をお決めになり、東宮家定親王との対面を仲介するよう道長に命じました。しかし、ここで帝にはただ一点、どうしても叶えたいことがあったのです。それは貞子の残した敦康親王の立体詩でした。一条帝はおそらく一宮の敦康を東宮とし、冷泉系である三条の巫女、敦明を挟んで、敦平や敦長の立体詩を望んでいたと考えられます。それは前例を重要視する貴族社会が予想したものでもあったでしょう。光る君へでも、真宙に次の東宮について聞かれた宮の戦士が、敦康様であろうと答えていましたよね。明子や道長の嫡男頼通も、それが既定路線と受け入れていたはず。20代前半の明子と頼通には、間に敦康を挟んだとしても、敦平の即位を待つ余裕がありますから。しかし、待てない人間が一人存在しました。すでに46歳に達していた道長です。この時点で敦平を立体視させられないとなると、家定、敦康、敦明の次までは自分の寿命は待ってくれないと道長は考えたのではないでしょうか。ただし、敦平の立体視には困難が予想されました。その困難な状況を打破したのが、帝の信任厚く、道長の側近でもある藤原の行成です。行成が展開した主張や、私の想像する行成の心情は、後でじっくりとお伝えしますね。帝の上位のご意志は、家定親王に伝えられましたが、明子は蚊帳の外に置かれました。ドラマでは、敦康様と敦平、二人の巫女の母である私に、何の相談もなく、次なる東宮を敦平とお決めになるのはとんでもなきこと。父上はどこまで私を軽んじておいでなのですか。と、明子は道長に対し、声を荒げていました。これは映画物語に沿った流れですが、この明子の怒り、権貴の言葉を借りれば、恨みの裏には、父と娘の間で次期東宮をめぐる対立があったとの見方が有力です。かつて帝の寵愛を得られず、孤独な期間を過ごしていた時、明子にとって幼い敦康親王こそ光でした。そんな敦康を明子が実子同然に愛したであろうことは想像に難くありません。そして明子は心底帝を愛していたのでしょうね。帝の立っての望みを叶えて差し上げたいと明子は思っていました。そんな明子は権力に取り憑かれた道長にとって煙たい存在だったでしょう。帝の上位に関し、明子は自分が父に排除されたと受け止めたようです。明子の抵抗を予想して、次期東宮決定までの道筋を先につけてしまおうという道長の狡猾な計算が透けて見えます。これは道長が明子を軽んじたのではなく、むしろ人としての誠実さと優しさ、それを貫く強さを備えた明子を道長がある意味恐れたのでしょう。明子には自分の信じる軸、あるべき道が明確にあります。だから、それは人としておかしいんじゃない?と思ったら言うべきことは言う。そういう真の強さとそれを言える立場を兼ね備えているのです。真の強さはもともと持っていたのでしょうが、式部との勉強会や愛する者たちへの思いが深まることで表に出るようになったのでしょう。明子の素晴らしさに関しては
動画の後半でも触れることとし、ここからは雪成が一条亭の前で振るった熱弁について補足したいと思います。と、その前に一言だけ言わせてください。実は雪成が帝の御前に参る際に、清涼殿の女房の詰め所となっている大番所のあたりで、女官たちが悲しみをこらえきれずに泣いていたと言います。驚いて問うと、ご病能は特に重いわけではありませんのに、急に時代の変があることになってしまいました。ということでした。私が一条亭の死因に疑問を持つのは、この記述があるからです。もともと帝のご病状は深刻ではなかったのに、道長が一芝居打って、帝にショックを与えて病状を悪化させたのだとしたら、これは火山天皇を引きずり下ろした神奈の変と並ぶ政変と言えるのではないでしょうか。さて、帝の御前に志向した雪成は、帝の思いを十分に理解しながらも、苦渋の決断で厚平立体使を進言しました。雪成の挙げた理由の第一は、皇統を継ぐのは巫女が正着であるか否かや天皇の寵愛に基づくのではなく、外戚が朝廷の重臣かどうかによるというもの。この時雪成が持ち出した先例は150年ほど前の清和天皇御即位の故事でした。第55代門徳天皇は第一王子の惟喬親王を東宮に立てるおつもりでしたが、藤原義房は外孫である第四王子の惟仁親王に継がせるため、重臣外戚の意見が尊重されるという仕組みを考えたのです。その結果、惟仁親王が東宮となり、後に皇位につきます。この時の外戚としての格を雪成は持ち出したのですが、一言申し上げたいのは、清和天皇御即位の故事も藤原一族の陰謀史の一コマなんですよね。歴史の不可能の扉をこじ開けてきた藤原一族の陰謀は恐ろしいです。雪成が挙げた第二の理由は、皇位は神のおぼし召しによるものであって、人間の力の及ぶところではないということ。第三の理由はドラマでは描かれませんでしたが、雪成は厚安親王には高階氏の血が流れていることを挙げています。当時、有原の成平が伊勢の西宮と密通し、生まれた子が高階氏の養子となったと信じられていました。これが事実かどうかは不明ですが、その高階氏の血を引く厚安が天皇となれば、神のお怒りを招く恐れがあるというのです。第四に、厚安には皇族の地位に加えて十分な恩給を与え、有能な人材を使えさせればよいというものでした。帝と対峙する雪成は、あたかも保身に走り、帝に非常な提案をしたかのように映りましたが、私は雪成の本心は別のところにあったのではないかと想像しています。ドラマでは厚安親王自ら、父上のお姿を見ておったら、帝というお立場の辛さがよくわかった。穏やかに生きていくのも悪くなかろう、と述べていました。そうなんですよね。この後、三条天皇や厚明親王が道長から受ける嫌がらせや仕打ちを思うにつけ、道長の実力と恐ろしさを知る雪成は、立体視させないことで厚安親王を守ったのではないかと思うのです。実力者である道長の意を通しつつ、厚安様をお守りする。それをギリギリのところで選択したのが雪成だったのではないでしょうか。さらに、皇位は神のおぼし召しによるものであって、人間の力の及ぶところではない、と雪成が伝えたのは、厚安や貞子に対し、帝が抱くであろう罪悪感や無力感を少しでも軽くして差し上げるため、そんな風に私は受け止めています。ドラマの雪成は、厚平立体史を伝えるべく、道長のもとに小走りしちゃって、ちょっと小物感が否めませんが、彼の一条亭への誠の心を私は信じたいと思います。歴史を動かした雪成の渾身の説得は、第28話で晶子の立候を実現した時以来でしょう。思えば、皇后貞子、中宮晶子、
という一定二項の禁じ手を実現する際の理論を考えたのも雪なりだったんですよね。ただ今回の一条帝の絶望感は半端なかった。そりゃあそうですよね。誠心誠意祭りごとを行い、思い描いた世にしようと奮闘しても、それが通らないのですから。一条帝を演じた塩野明久さんは、最後の最後まで自分の思い通りにいかないのかという絶望と悔しさが湧き上がってきて、この場面を撮った後、心がぐちゃぐちゃだったそうです。ドラマでは三種の神器が運び出され、行為の異常が描かれました。帝の膝に月光が差し込む光景が神秘的で、その傍らには三種の神器を収めた箱。雪成の言葉を裏付けるかのように、行為が人知を超えたものであると感じさせる場面でした。一条帝は攘夷後に出家し、ほどなくその生涯を閉じました。理想と現実とのギャップに苦しみ続けた帝の人生を象徴するような最後に涙が止まりませんでした。一条院が崩御の前夜に読んだ辞世、これがまた謎に包まれています。誰に向けて読まれたのか、千年後の今もわからないのです。雪成の言記によれば、歌は次の通りです。梅雨の実の風の宿りに君を起きて、地理をいでぬることぞ悲しき。梅雨の実の風の宿りに君を起きて、地理をいでぬることぞ悲しき。人という梅雨のように儚い実の風にさらされる無常の世。そんな俗世にあなたを置いて、この世を離れてしまうことが悲しく思われる。道長の御堂関白記にはこう書かれています。梅雨の実の草の宿りに君を起きて、地理を入れぬることをこそ思え。梅雨の実の草の宿りに君を起きて、地理を入れぬることをこそ思え。梅雨のような儚い我が身があなたを残したままこの世を去る。それが耐え難い悲しみであることを分かってください。新古今和歌集や映画物語も歌の意味はほとんど変わりませんが、微妙に違う言葉で伝えています。帝の意識が薄れゆく中で読まれたので、言葉は明瞭でなかったのでしょう。直接聞いた人、あるいは伝え聞いた人が、それぞれに言葉を補ったのかもしれません。この点を考慮したのでしょうか。塩野明久さんははっきりと言葉が聞き取れないように演じていらっしゃいました。実に細かいところまで史実や文献を意識し、脚本や演技が組み立てられていることに心が震えます。この一条院の辞世の第3句、君を起きてが第40話のタイトルになっていますが、君とは誰のことでしょう。雪成は歌のお心は皇后様に寄せたものだと記しています。言記では皇后という表記は例外なく貞子を指しています。貞子はすでに長保2年、11年も前に亡くなっていますが、その時彼女は次の歌を残しました。煙とも雲ともならぬ身なりとも草葉の露をそれと眺めよ。煙とも雲ともならぬ身なりとも草葉の露をそれと眺めよ。塗装される私の身は煙となって空に上がることも雲となって漂うこともありません。どうぞ草の葉に降りた露を私と思って眺めてください。露を愛した貞子は露になると言い残して行ってしまわれた。雪成は食、露の実のを聞いて彼女を思い出したのでしょう。院の辞世は皇后貞子との思い出を置いて旅立つことを悲しむ貞子への愛の歌であり、貞子の辞世への変化だと雪成は受け取ったのです。また当時はお産で亡くなった人は成仏しないと思われていたので、貞子の魂がこの世をさまよっていると院は思っていらしたのかもしれません。成仏できていないあなたを置いて、この世を離れることが悲しいとも解釈することができます。いずれにしても、帝の最もそば近くに仕えてきた雪成の言葉には説得力がありますね。しかし、映画物語や新古今和歌集は、君は、明子と解釈しています。
道長の御堂関白記が院の傍らで歌を聴く秋子の姿を書き留めているからでしょう。そこでは院の時世は秋子への愛を詠んだ歌として描かれています。果たして君は秋子か貞子か、はたまた厚安親王を指すとの説もあり、謎は解明されていません。ちなみにこれとよく似た歌が源氏物語第10条榊に出てきます。朝自由の露の宿りに君を起きて、よもの嵐ぞ静心なき。朝自由の露の宿りに君を起きて、よもの嵐ぞ静心なき。朝自由に置く露のような儚い俗世にあなたを置いて、よもから吹きつける嵐の音を聞いている私は、あなたが気がかりで落ち着きません。これはお寺に参籠した光源氏が紫の上に送った歌です。一条院の脳裏に愛読していた源氏物語の歌が浮かんできたのかどうかはわかりませんが、どちらも切ないですね。そして一条院の宝業をめぐる最後の闇、それは葬送の方法です。院は生前土葬を望む意向を道長に伝えていたものの、道長がそれを忘れ、火葬を終えてから思い出したというのです。道長がいつ土葬の意向を聞いたのか記録がなく、明子が聞いていたかどうかも不明です。また院が土葬を望んだ理由も諸説あり、はっきりしません。仮に院に土葬の希望があったとして、それを道長が失念したというのはどういうことなのでしょうか。11年前、貞子は土葬を望み、その希望は叶えられました。道長は院がそのことを意識して土葬を希望したと思い、同じ葬送の方法を取ることで、あの世で院と貞子が再び会うことを憂えたのかもしれません。一条院の崩御をめぐる数々の闇、そのすべてに絡んでいるのが道長です。占いによって帝を上位に追い込み、中宮明子に相談することなく孫の立体子を決め、院の時世は明子に宛てたものとし、土葬の意向にさえ従わなかった道長、少しでも早く一条町を過去に追いやり、時代を先に進めたい、そんな道長の焦りを私は感じてしまうのです。ここまでは文献に記された点と点を結びつけ、歴史の流れを検証してきましたが、ここからはドラマの印象的な場面を読み解いてまいりますね。次期東宮をめぐる道長と明子の対立についてはすでにお話ししましたが、ドラマでは帝に本意を促そうと席を立った明子を道長が押しとどめ、重たい一言を放ちました。祭りごとを行うは私であり、中宮様ではございません。この冷たい視線に私は凍りつきました。その前にも、何故私に一言もなく次の東宮を篤平とお決めになりましたのか、病でお気持ちが弱っておいでの帝を父上が追い詰めたのですね、と詰め寄る明子に、帝がお決めになったこと、お怒りの訳がわかりませぬ、と道長はとぼけ、しらを切っていました。そのふてぶてしさは金家とうり二つ。道長の抱える闇の深さは深刻ですね。結局、父の圧倒的な権力の前に明子は無力感に苛まれます。中宮なぞ何もできぬ、愛しき帝も厚安様もお守りできぬとは、豊かな教養を身につけ、漢籍を通じて為政者の心へ学ぶ中、誰もが仰ぎ見るような素晴らしい人間性を育んできた明子。しかしそんなものは全く顧みられることのない男社会の現実を見せつけられたのです。当式部、何故女は祭りごとに関われぬのか、と、真宙に疑問をぶつける明子。この疑問は真宙自身が生涯にわたって向き合い考え続けているテーマでもありました。これまで師弟関係にあった真宙と明子は、明子の成長で重要な問題意識を共有する同志に変容したのですね。父の道長とは相入れない明子ですが、一条邸との間には魂のつながりが紡がれていきます。寒い日でも暖かいものを羽織らず、火も使わない帝を心配する明子に、帝はおっしゃいます。苦しい思いをしている民の心に
少しでも近づくためだ。民の心を鏡とせねば上には立てぬ。明子にはそれが八虚位の神画符百蓮鏡を手本としていることが分かりました。だからお上は大宗皇帝と同じ名君であられますと即座に返答したのです。ちなみに帝が寒い日でも薄着をしていらしたのは事実です。厚平親王のご誕生に際し帝が土帝邸に行幸した折、帝は薄着で寒くないのだろうかと女房たちが噂したことが紫式部日記に出てくるのです。明子が帝の思いに近づくため漢石を式部から学んでいたのも事実で、ドラマの一条邸はその明子の真心に感激していました。中宮が朕をそのように見てくれていたとは気づかなかった。嬉しく思うぞ。病に倒れる直前の甘く幸せなひととき、明子の喜びつつ恥じらうような表情が胸に染みました。第40話の冒頭、一条邸臨席の下で開かれた源氏物語の朗読会も忘れ得ぬ場面です。光源氏が人生の絶頂を迎えた第33条富士の浦場、準太政天皇の称号を授かった光源氏は住まいである六条院に冷泉邸と朱雀院を同時にお迎えするという最高の栄誉を得ます。源氏と富士壺の間にできた溥儀の子冷泉邸と源氏の嫡男夕霧が顔を揃え、その3名の姿形が実に似ていると描写される場面が読み上げられました。一条邸のおっしゃる通り華やかで、しかも恐ろしい場面なのです。この場面の危うさと魅力を泉式部はこう解説しました。光る君の華やかな宴の様子を延々と語りながら密かに父を同じくする帝と中納言で締めくくるなんてお見事ですわ。いえいえ、あなたの分析力こそお見事です。ドラマは艶やかな衣装と徹底的に作り込んだ富士壺の失礼に、豪華に想定された源氏物語の存在感が相まって、もう見ているだけでうっとり。当時の富士壺ではこんな場面が本当にあったのかもと想像してドキドキしました。これぞまさに平安絵巻、絢爛豪華な知と美の世界です。さらにこの場面での会話が意味深で高揚感を演出しました。厚安親王が真宙に尋ねます。富士壺は光る君のことを誠はどう思っておったのだろうか。源氏から執拗に迫られて関係を結び溥儀の子を出産した富士壺、彼女の内面を知りたいと厚安親王は言うのです。これに関して私は自分なりの答えを持っていますが、物語には彼女の心を表す決定的な表現はほとんど出てきません。源氏ファンの多くが抱くであろう疑問に対し、ドラマの真宙は言葉を濁すばかり。厚安親王は富士壺と明子を重ねつつ、富士壺は光る君のことを愛おしんでいたと思うことにしますと、源氏物語とリアルな世界が絡み合う微妙な会話が交わされました。そこに一見無粋とも思えるような道長の言葉、たとえ富士壺の思いを得たとしても光る君は幸せにはなれなかったと思いますが、富士の罪は必ず己に返ってまいりますゆえ、道長は自分自身も溥儀の当事者であるのにやっぱりそこに気づいていないのですね。真宙はこの言葉をどう受け止めたのでしょう。そして場違いなほど真剣な道長の言葉にすかさず泉式部が反応します。されど左大臣様、罪のない恋なぞつまりませんわ。うわぁ、なんたる絶妙な脚本。すると、誠にさようでございますね、と赤染右衛門が同意します。人は道険しき恋にこそ燃えるのでございます。この言葉は道長にも真宙にも刺さったことでしょう。みな、あくまで物語の話をしているのに、道長と真宙、厚安親王と明子のことも連想されるセリフの応酬がそれぞれの胸中に波紋を広げていきます。雅な文学談義の体裁を借りつつ複雑な心理ドラマが進行していく。その多重構造は
見ていてドキドキが極限に達しました。不実の罪は必ず己に返ってまいりますゆえ、真宙は道長の言葉を反芻しながら、第36条柏木を書き進めます。光源氏の妻である女三の宮に恋焦がれ、関係を結んでしまった柏木。それが光源氏の知るところとなり、柏木は心労のあまり、重い病に伏せってしまいます。もう死ぬほかないと思いつつ、女三の宮への未練も残る柏木。罪を犯した者は、と真宙の独り言が怪しく胸に響いてきます。物語、そしてドラマの登場人物たちにどんな人生が待ち受けているのか目が離せません。今回も見どころ満載、かつ重苦しい展開の中、二つの場面で新しい風を感じました。一つは、明子の妹、清子。姉とは対照的な性格で、華やかなものが大好き。運命を受け入れ、夫の一条邸を深く愛した明子に対し、清子は、親子ほど年齢の離れた三条邸より、若き巫女に興味を示していました。道長は、明子と厚安親王にピリピリしていますが、私は、清子と厚明親王の関係こそ、危険な匂いを感じます。さらに、片子のピンチを救い、颯爽と登場した宗寿丸に、今まで登場した誰とも違う、独特の空気感を感じたのは私だけでしょうか。一見、直秀と似ているように見えますが、宗寿丸は陽キャラで、天然ぶりが憎めません。宗寿丸が仕える平の為方は、この後、西国で活躍する武将であり、この名が出たからには、高家の活躍ももうすぐ、信則、一条邸の相次ぐ退場に放心状態の私ですが、新たな楽しみの種を見つけ、光る君へを最後まで味わい尽くしたいと思います。というわけで、本日も大河ドラマ、光る君へと源氏物語の両方を楽しむ解説をお届けしました。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。このチャンネルを面白いと思ってくださった方は、高評価ボタンやチャンネル登録をお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。